エイリッヒ・ホーネッカー、エイリッヒ・ホーネッカー、1912年8月25日から1994年5月29日は、ドイツ民主共和国、旧東ドイツの政治家、ドイツ民主共和国、第3大国家評議会議長、在任、1976年から1989年、及びドイツ社会主義統一党書記長、在任、 1971年から1989年、1989年の東欧革命で失脚した。ホーネッカーは単ッ夫の息子としてノインキルヒエンで生まれた、六人兄弟の三番目の息子だった。彼は10歳で地元の共産党少年団に加入、1926年にドイツ共産党の青年部に参加して16歳で地元部長になり、 17歳で、KPD に正式入党している。学校を卒業ごとて修行先が見つからないため2年ほど、ポンメルンで農家の手伝いをし、その後屋根職人のおじを手伝っていたが、1929年に、国際霊人学校に入学するためモスクワに行った。1931年に帰国、地元共産党の指導に従事。1933年に、 ドイツではナチスが政権を掌握したが、当時ザール地方はまだ国際連盟。実質的にフランス、ザールを参照の管理下にあったため共産党は活動できた。1935年に住民投票でザール地方のドイツ貴族が決まると、ホーネッカーは他の党員と共にフランスに亡命したが、地下活動のため潜入したベルリンデゲシタッポに逮捕された。 1937年には共産党活動で10年の懲役が宣告され、第二次世界大戦の終了まで拘束された。ドイツの敗北直前の1945年5月6日に屋外作業のため外出した隙をついて脱走した。後にソ連軍によって直接監獄から解放されたと宣伝されたが、これはソビエト連邦との友好を訴えることを目とした歴史の書き換えだった。 戦後、ホーネッカーは、再疑心の強いバルター・ウルブリヒトによる、倒査門会を経て、その下で活動を始めた。1946年には、旧、KPD と東ドイツのドイツ、社会民主党員によって組織されたドイツ社会、義統一党の創立メンバーとなった。同年、ホーネッカーは、FDJ、自由ドイツ青年団の創設者の一人となり、長らくその会長を務め、 後に小学校低学年からなる党の組織であるピオネイルの子供たちからはエーリッヒおじさんとして親しまれるようになる。1946年10月の選挙で大勝し、ホーネッカーは短命な議会で SED のリーダーシップを獲得した。ドイツ民主共和国は社会主義国家として1949年10月7日に成立した。 そこでホーネッカーは1950年から中央委員会初期局の局員候補、1958年からは正式局員になった。研修のためモスクワに滞在していた1956年にはニキータ・フルシチョフによるスターリンバンを直接経験することになった。ホーネッカーは中央委員会の国防担当委員として1961年に ベルリンの壁の建設を担当した。ソ連の指導者、レオニード・ブレジネフと、良好な関係を保ち、ウルブリヒトが1960年代以降導入した、に対して、共産主義から外れつつあるとして、ブレジネフの支援下で党内に、反対の声を広げていった。1971年、健康を理由に辞任したウルブリヒト第一初期に、代わって第一初期、後に、 初期長に、会長となり、東ドイツの新しい指導者となった。同時に、国防評議会議長に就任した。1973年8月のウルブリヒト、第一初期辞任後も、国家元首である国家評議会議長の職には、残っていたのしごしばらくは、社会主義統一等の最高指導者、つまり、実質的な東ドイツの最高指導者である、ホーネッカー、首相にあたる、 閣僚評議会議長ホルスト・ジンダーマン、元首である国家評議会議長、ビリー首都に権限が分かれた、トロイカ体制的な体制が取られたが、1976年10月になると、人民議会によってホーネッカーが国家評議会議長にも選出され、名実ともに東ドイツの最も高い地位につき、権力を一身に集めることになる。その座にあったビリー首都府は、 閣僚評議会議長に格下げされた首相だったジンダーマンは儀礼的な役職の人民議会議長へ格下げされた。中央委員会経済担当初期にはを任命、国家保安省大臣には英理秘密ル家を任命した。この3党体制は誰にも邪魔されることなく東ドイツ支配階級、つまり約520人の党、国家幹部のエリートたちのトップとなった。 中央委員会、アジテーションプロパガンダ部門書記官であったとは、日常的に党のメディア活動に関する協議を行い、党機関紙、ノイエスドイチュラントのレイアウトや、国営テレビの報道番組、アクトゥエレカメラのニュース構成までをも決めていた。ホーネッカーは、シュタージにも重要な意義を認めていて、週に一度は、エイリヒヒミールケと長い論議している。就任当初は、デタントの波に乗って、 西ドイツと相互承認条約を結んで国交を樹立し、さらに国際連合加盟を実現する外交的成功を収めた。内政でも当初は文化政策を中心に解放を目指し、改革派と見られた時期もあった。しかし次第にその体制は硬直化して下味による反体制派の取り締まりがエスカレートしていった。ホーネッカーは東西ドイツ国境の大人地雷を拡充し、 国境の逃亡者には容赦のない射殺を命令した。1974年に彼はこのことについて、銃器を効率よく使った同士は称賛されるべきであると述べいる。経済政策では、新経済システムで企業の独自採算性を認めるなどして生産性を高め、経済を発展させた前任のウルブリヒトと異なり、産業の国有化、中央集権化を進めた。 ホネーカーは1973年5月、SED 中央委員会の会議において、現実社会主義という言葉を用いて、自身の政治概念を説明している。ホネーカーは、東ドイツの党員や市民たちがより良い未来を、渇望するのではなくて、むしろ今を生きる世代が必要とする希望と需要に、可能な限り向き合うべきであるとした。1970年代後半以降、西側諸国が、 経済構造の転換を進めたのに対して、統制経済、官僚主義の下で硬直化した東ドイツの経済状況は悪化し、生活水準を維持するために、西ドイツから数十億ドイツ幕の経済支援を仰ぐようになった。にもかかわらず、1981年に西ドイツ首相のヘルムート・シュミットをに招待した際には、東ドイツは経済的に世界水準に達し、 世界で最も重要な産業国の一つになったと述べた。当時の様子を振り返ってシュミットは頭の良くない男、イコール直訳、判断力の限られた男だと思ったと述べている。同年には日本を訪問し、その際に日本大学から名誉博士号を受ける。日本の目覚ましい経済成長に強い関心があったようである。こうした経済問題にもかかわらず、 ホーネッカーは1980年代に国際的な評価を求め、1987年9月7日には西ドイツを訪問、首相ヘルムート・コールとボンで会談した。西ドイツ周有機関には、デュッセルドルフ、ブッパータール、エンゲルスの出身地、エッセン、トリーア、マルクスの出身地、バイエルンにも訪問。9月10日に彼の生誕地ザールラントに訪問した際には、いつかは、 国境がドイツの人々を切り裂くことはなくなるだろうということを感情的に演説している。なお、この周遊は1983年に企画されたが、しかし当時は東西ドイツ間の関係に疑念を抱いていたソ連の指導部から妨害されており、ゴルバチョフ政権になってから実現したものである。翌1988年にはフランスを訪問し、さらに、 アメリカ合衆国訪問も希望していたが、果たされることはなかった。1981年2月、ホーネッカーは、二つのドイツ問題に関して、社会主義はいつの日にか西側のドアを叩くことになると発言し、あくまで西ドイツに対する東ドイツの優位を主張した。1980年代後半に、ソビート連邦のミハイル・ゴルバチョフ書記長が政治改革。 ペレストロイカを始めた時も、強硬路線のマルクス・レーニン主義者としての姿勢を崩さなかった。1988年、ホーネッカーは東ドイツカラーの社会主義なるものを打ち出し、ペレストロイカの情報を伝えるソ連の雑誌を発禁処分にするなど、体制の引き締めを強めた。1989年6月18日、自由選挙による ポーランド統一労働者等の壊滅を行使にして、東欧革命が勃発したが、その東欧革命の波動は東ドイツにも波及し、民衆の抗議活動に歯止めが効かなくなった。夏の休暇シーズンになると、多くの東ドイツ国民が休暇を利用して、ハンガリーやチェコスロバキアへ出国した。すでに改革を進めていたハンガリーは、自国内の東ドイツ国民をオーストリア経由でにし、 突出国させた。このような状態になってもーネッカーは、事態を有料するエゴン・クレンツ、治安、青年問題担当初期、政治局員、国家評議会副議長の進言にも、それがどうしたというだけで意味返さず、進言したクレンツに対しては、長期休暇を命じて、政権中枢部から遠ざけた。その間にも、国民の大量出国は続き、大仏妃では民主化を求めるでも、 月曜デモが行われるようになった。10月7日、建国40周年記念式典のために、東ドイツを訪問したゴルバチョフとの会談では、国内は何の問題もないと楽観視するホーネッカーの態度に、ゴルバチョフが豪を逃し、改革か引退かを迫った。その後行われたゴルバチョフと SED の党、幹部たちとの会合でもゴルバチョフが、 遅れてくる者は人生に罰せられると、ホーネッカーに、対する批判とも取れる言葉を述べたの対し、ホーネッカーは、自国の発展をまくし立てるのみであった。ホーネッカーの演説を聞いたゴルバチョフは、軽蔑と、失笑が入り混じったような薄笑いを浮かべて、一同を見渡すと、下打ちをした。これによって、ゴルバチョフがホーネッカーに引導を渡したことが、他の党幹部たちの目にも、明らかになった。 同日夜に、共和国宮殿で行われた、晩餐会が終わると、ゴルバチョフはそのまま、シェーネフェルト空港へ直行し、粗俗さと帰国してしまった。クレンツによれば、この時ゴルバチョフは周囲にいた、SED の党幹部たちに、行動した前と、案に、ホーネッカーを退陣させるよう囁いたという。この状況を見たクレンツやギュンター・シャボフスキー、政治局員。 トーベルリン地区委員会第一書記らの党幹部たちは、ホーネッカーの追い落としを格作し始め、まず11日の政治局会議で、それまでの政治の誤りを認める声明を採択させた。自身のそれまでの政治を否定されたホーネッカーは12日に、中央委員会初期と全国の党地区委員会第一、書記を集めた会議招集すると、国家が直面する諸問題は、ナトウの攻撃から生まれていると演説し、 自身への指示を訴えて巻き返そうとした。しかし、ハンスモドロー、ドレスデン地区位、第一初期ら各地区の一初期からは、ホーネッカー批判や辞任を案に求める発言が出るなど、全くの逆効果に終わった。これに勢いづいたクレンズ、シャボフスキーらは、ソ連の指導部やシ都トフ首相などとも連絡を取って、ホーネッカーを引き下ろす工作を進めていった。10月17日、 政治局会議で、いつものように議事を進行し始めようとしたホーネッカーに、対し、突如、首都府が、エイリッヒ、ちょっと発言がというと、続いて、ホーネッカー同士の初期長会任、及びミッターク、ヘルマン同士の会食を提案したいと述べた。これに対し、会食対象のミッターク、ヘルマンを含めた、ホーネッカー以外の全政治局が賛成を表明し、次々に、 ホーネッカーを批判し始めた。ホーネッカーはそれに対しても顔色一つ変えなかったが、国家保安省の営利秘ール家が、暴露してもいいんだが、とホーネッカーの不正を示唆する発言をすると、じゃ、行ってみろ。と叫んだという。ホーネッカーは観念したように解任動議を採決に、かけざるを得なかった。ホーネッカーは自らへの鋼鉄動議に賛成し、結果として、 全会一致で解任が決定された。公認には、クレンツが就任した。10月18日、党の中央委員会でホーネッカーは、正式に退任したが、その際の演説でも、私は、生涯を労働者階級の革命的事業とドイツの地に、社会主義を打ち立てるとい、マルクス・レーニン主義的世界観に捧げてきた、社会主義ドイツ民主共和国の建設と発展は、 我が党及び私自身の共産主義者としての戦いの総仕上げであったと述べ、最後までが明なマルクスレーニン主義者としての姿勢を崩すことはなかった。公認のクレンツは、緩やかな改革を行う一方で、社会主義統一党の一党独裁性を維持しようと、したが、国内は日に日に拡大する反政府デモなどで混乱していった。混乱の最中の11月9日、 ベルリンの壁は私の認識では直ちに解放されます。と、シャボフスキーがご発表、本当は旅券発行の大幅な規制緩和について11月10日に発表される予定であったし、これが引き金となってベルリンの壁は破壊された。結局、クレンツも国民の支持どころか党員の支持を得ることもできず、年月日には、 ホーネッカーをはじめとして、旧中央委員会の全員が、SED 等を除名された。1990年から1993年まで、ホーネッカーは、冷戦犯罪、特に、ベルリンの壁を越えようとして死んだ192人に、監視ての卒業回避した。ホーネッカーは1991年に、モスクワへ立つ前に、ベルリンの近くのソ連の陸軍病院に入院した。 しかし亡命先のソ連で保護が受けられないと悟ると、モスクワのチリ共和国大使館に逃げ込んだ。チリは、第二次世界大戦前後から、ドイツ系移民が多かった上に、かつて東ドイツは、チリのアウグスト・ピヌチェと軍事政権から逃げた、サハ系の人々の亡命を受け入れた、第34.36大チリ大統領、UNV ン代表を歴任したミッシェル・バチェレも、 その一人のピノチェト政権が崩壊したことで保護が期待できたのである。なお他にも北朝鮮とシリアがホーネッカーの受け入れを申し出たと言われる。かつて多くの東ドイツ市民が西側への亡命を求めて各国の大使館に逃げ込んだのとこう一体であった。結局ソ連崩壊後の1992年にドイツへ移送されたが1993年の 裁判では訴追免除され、娘ゾーニアのいるチリの首都であるサンティアゴへ、事実上亡命した。翌年の1994年5月29日に、肝臓癌により81歳で亡した。ベルリンの壁を越えようとした人々を射殺するよう、命じたり、ソ連のペレストロイカが始まって、以降も民衆の抗議行動を弾圧するなど、負の面の評価が多く存在する。 また多くの東ドイツ国民が、プレハブ広報の無機質な高層集合住宅、ニスミ、大衆車トラバントが10年以上待たないと、手に入らないという生活を送っていた中で、ホーネッカーは、ベルリン郊外の森の中にあるプール付きの邸宅に住み、ニスミ、3つの別荘や、趣味の狩猟に使うためのレンジローバーや、メルセデスベンツ、シトロエン CX やプジョーといった、 多数の西側諸国の高級車を所有するという、いわゆるノーメンクラトゥーラ的な贅沢な暮らしをしていた。共産党国家では、ルーマニア社会主義共和国のニコライエ・チャウシェスクと並ぶ、旧体制を象徴する存在で、もし健康を害していなければ当然法廷で責任を追及されたと見られている。その訴追裁判中止が決定されたとき、旧東ドイツでは抗議のデモが相次いだ。 ホーネッカーについて、ポーランド人民共和国末期の指導者だった、ボイチェフ・ヤルゼルスキは、彼は東ドイツを冷国非常に支配した。彼は独断家だった。だが私は、この男にダイナミックな側面をあるのを見て取っていた。ある日、政治的会合の後で、彼は私に特注の酸素マシーンをくれた。彼のお抱え科学者が作ったもので、皮膚の再生を促し、 健康を増進するという。眉つばだとは思ったが、一応自宅に持ち帰った。だが、実際に使ってみると、これが効果がある。ホーネッカーは、ちょうどこのマシーンのような男だ。最初は、彼のことを眉つばだと思うかもしれないが、実際に試してみると、期待を裏切ることはないと一定の評価を与えてる。1947年に、FDJ の活動家で、年上野と結婚し、 かずめを設けた。しかし、ホーネッカーは1952年に人民議会最年少議員だったマルゴット・ファイストとの間に娘、ゾーニャを設け、翌年エディットと離婚してマルゴットと結婚した。マルゴットは1963年に東ドイツの人民教育大臣に就任し、1978年には教会や父警の反対を押し切って、高校生に 軍事協連を義務化する制度を導入た。1989年のホーネッカー出脚とともに、彼女も辞任した。ゾーニャは、チリ人男性と結婚して一難を設け、そのため、チリがホーネッカーの最後の地となった。マルゴット夫人は、ドイツの裁判所により6300マルクを追徴され、年金が生活の糧になっていた。2000年には、 チリのジャーナリストによるインタビュー形式で回顧録を出版した。訪日中の1981年5月、日本大学より名誉博士号。1985年、国際オリンピック委員会より金メダル勲章授与。カール・マルクス勲章受賞5回。例年勲章受賞。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。